こんにちは。絶対にリアルであったら触らない痴漢されそう。で、おなじみ、むっつり変質者こと、キリンフェイスですやじゅー。はい、ということで、今回は絶対にリアルで会いたくない、超絶危険なヤバすぎる映画のキャラクターたちをご紹介していきたいと思います。では、行く行く。レザーフェイス。映画悪魔の生贄に登場する殺人鬼レザーフェイスは、実はこの手のキャラクターにしては珍しく至って普通。元い頭のいかれたバハソーヤーという一人の人間を元にしています。極めて凶暴な性格をしているレザーフェイスは、近くを通りかかった人間を無差別に切り殺しては、解体して自分の食料にしたり、死体を加工して家具を作っては売りさばく。というぶっ飛んだキャラクター性を作中で遺憾なく発揮しています。また身長190センチ以上という巨漢で足も速い上に、彼は先天性の皮膚病を隠すため、自分がこれまでに殺した人間の顔をハイで作った仮面を常時被っているため、実際にレザーフェイスに襲われたら確実にその場で漏らす自信がある。という人も少なくないそうです。しかしご安心ください。このおもらし系 YouTuber、キリンフェイスは常にパンパースを着用しているので、その辺は大丈夫だと思います。また彼は、テキサス州の荒野にある一軒家に家族と共に住んでいるのですが、この家族は人肉を売りさばく頭のおかしい肉屋を営んでいます。しかも、レザーフェイスは家族に対してだけは従順なようで、劇中で兄に叱られた際には素直に反省する、という外見からは想像するのが難しいコミカルな描写も存在しています。また彼は殺人を行う際にチェーンソーを好んで使うのですが、そのビジュアルが後ほどご紹介する13日の金曜日のキャラクター、ジェイソンとそっくりなため、勘違いされることが多いそうです。ジェイソン・ボーヒーズ。ジェイソン・ステイサム、ジェイソン・ボーンと並ぶ三大ジェイソンの一翼を担うだけにとどまらず、昨今ではゲームでも大人気のジェイソン・ボーヒーズは、映画13日の金曜日に登場する殺人鬼兼不死の怪物です。ジェイソンは奇形児として生まれたことが原因で、作品の舞台となるクリスタル・レイクのキャンプに参加した際、同世代の子供たちからひどいいじめを受けてしまうのですが、彼らの行動は次第にエスカレート、挙句の果てにジェイソンは子供たちに麻袋をかぶせ湖に落とされてしまいます。しかもこの時彼らを管理するために存在するはずのキャンプの指導員たちはホラー映画のお約束とも言うべきハッスルタイムに興じていたため子供たちの監視がおろそかになっていました。その上子供と監視員双方に非があるにもかかわらずこの事件はうやむやにされてしまい、またジェイソンが水面に上がってくる様子もなかったため最終的に溺死として処理されることになるのですが、この時ジェイソンは事故の影響で記憶喪失になりながらも生きており、野生児に近い形でクリスタルレイクの森の中で生活していました。とは言っても、これが原因でジェイソンが殺人鬼になったわけではありません。実は、一作目に登場する殺人鬼は、ジェイソンの死後、精神に異常をきたした母親のパメラ・ボービーズだったのです。映画の終盤でパメラが殺される現場を偶然ジェイソンが目撃したことで、失われていた記憶を取り戻していこう、復讐のためにクリスタルレイクを訪れる人々を次々と殺害する殺人鬼へと変貌し、虐殺の限りを尽くすようになったというのです。またジェイソンは主にマチューテやハケットを好んで使っており、劇中では一度も人間に対してチェーンソーを使ったことはなく、逆に二度もチェーンソーによる攻撃を人間から受けています。また5作目まではほぼ人間として描かれているのですが、6作目からは不死の力を手に入れた怪物へとキャラクター性が変わり、肉体が失われても心臓さえ残っていれば他者に乗り移ることすら可能になるといった後付け設定が次々と加えられていきました。ちなみにジェイソンの誕生日は1946年の6月13日なのですが、この日は実は金曜日ではなく木曜日だったそうです。エイリアン。
一目見るだけで生理的に無理という人も少なくない。エイリアンは映画エイリアンに登場する極めて危険な地球外生命体です。一般的に広く知られているこのエイリアンは生体のもので、女王であるエイリアンクイーンに仕えており、いわゆる働きアリや兵アリに近いポジションなのだそうです。また作中でオスにあたる個体が登場していないため、単位生殖が可能なメスしか存在しないと考えられています。エイリアンはあらゆるものを腐食させる強酸性の体液を獲物にかけて仕留めることもあるのですが、迂闊に攻撃を加えた場合、体液が飛び散り攻撃者側にも甚大な被害が及ぶそうです。その上、床はもちろん天井ですら音を立てずに自在に歩き回ることが可能で、至近距離から撃たれた銃弾ですら容易にかわし、時には真空であるはずの宇宙空間に放り出されても生存できるほど身体能力が高いため、もしエイリアンと現実で遭遇した場合、出会って5秒で瞬殺されることになります。しかも知能も身体能力と同じように高く、他のエイリアンとテレパシーのようなものを用いて意思疎通を行い、連携をとって対象を追い詰めることもあるそうです。ですが外角は意外なことにもろく、劇中でアサルトライフルの連射を受けて破壊されているのですが、赤外線ゴーグルに映らず、また環境への適応能力が高いため脅威であることには変わりありません。またエイリアンが誕生した経緯ですが、設定上では暴走したアンドロイドが新たな生命体を作るために動物実験を行った結果誕生したとのことです。つまりエイリアンの原型は体液も飛ばせるキリンことわしじゃ。ペニーワイズ。ホラーの巨匠スティーブン・キングの小説を原作に制作されたイットに登場するキャラクターペニーワイズは、作品の舞台となる町アメリカ合衆国メイン州デリーに約30年周期で現れる殺人ピエロです。主人公である少年たちからイットまたはヤツと呼ばれているペニーワイズは、作中排水口や地下といった暗い場所を拠点にする子供を狙った猟奇的な連続殺人鬼として描かれており、超常的な力を使って町に住む人々を恐怖のどん底へと陥れています。作中ではペニーワイズが過去に町で一定の周期で起こしたとされる事件が語られており、その中には300人近い住人を消したというものや、製鉄所での爆発事故、児童を対象にした連続殺人などがあるのですが、基本的に大人は彼の姿を視認することができないため、災害や原因不明の事故として処理されるそうです。その上、インパクトの強いビジュアルのせいで現実世界にも多大な影響を与えており、本作を見た人の中には強いトラウマを抱えたという人や、ピエロという存在自体に恐れを抱く道化恐怖症かっこコルロフォビアを発症したという人もいるほどです。またペニーワイズの正体については諸説あるのですが、少なくとも人間ではないのは確かなようで、一説では宇宙より飛来した邪悪な魔物や異次元生命体だと考えられており、劇中では銀製のアイテムに弱いことから悪魔の一種だとされています。ちなみにペニーワイズ自体に特定の姿はなく、対象が恐怖を抱いているものに姿を変化させているそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てキリンさんリアルで会った時に体液を飛ばすのはそろそろやめてくださいと思った方は、高評価とチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくです。終わりー。こんにちは、賢者タイムなんですけれども、本日はですね、なんとこの日本を震撼させるとんでもないニュースが飛び込んでまいりました。それというのもですね、まあ季節は春ということで、本日未明、東京都渋谷駅構内を全裸で全力疾走する女が現れたとの目撃情報が、まあツイッターなどで、あって、話題になってるんですけど、まあ、これは一体何なのか、まあ、春だから仕方ないことなのか、まあ、もしくは、まあ、何かあったのかもしれない。むしゃくしゃしたのかもしれない。それか、野球選手のイチローさんもね、第一線から退かれるということでですね、イチローの代わりに走ったのかもしれないし、まあ、はたまた、ヤルミナティの陰謀なのかもしれない。まあ、ただなんか映像だったり画像が残ってないことから、まあ、何かしらの SCP によるミーム汚染であり、まあ、これは、我々が幻覚を見せ
られているのかもしれないみたいな、まあいろんなね噂があるようなないような感じなんですけれども、まあ実は僕もですね過去にまあ街中の全裸の女を目撃したことがありまして、まあこれはですねまあ普通に街中でなんか立ってたんですよ僕が。はい。でまあもうね夜だったと思います。もう結構暗い感じの街中でですね僕が立ってたらですね、なんかまあ40代ぐらいの、まあ女性がなんかスタスタ歩いてきてですね、まあなんか誰かと電話で話してるんですよ。で、誰かと電話で話してるんですけど、なんか次第にですね、その会話の内容がもうどんどんヒートアップしてきて、もうめちゃくちゃ喧嘩になっちゃったんですよね。で、なんだよみたいな、まあ何を喋ってるかまでは聞き取れなかったんですけど、なんかわー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 言ってて、で、最終的に、うーっつって携帯バチー投げつけて、うーみたいな、あの、なんか上着を、こう、パチンみたいな、上着パチンみたいな、ブラジャーポンみたいな感じで、なんか脱いちゃったんですね。脱いで、うーっつって、なんか歩いて帰ってましたね。はい。っていうことがありましたよという。はい。See you.